皆さんおはょうございます西良平です今日は1月20日金曜日で今日一日頑張れば、えー、明日からお休みっていう感じですかね僕は今日から、えー、飛行機でね東京の方に行かせていただいて、えー、仕事で、ねえー、3連チャンかな。 公演も3連チャン。で、20日の、えー、カレンダー公演に備えて、えー、気合入れていた、やっていこうと思いますけど、寒さがね、結構ね、厳しくなってきてるみたいなので、皆さんも、あの、体の調子、ぜひとも気をつけてくださいっていうことで、今日は告知でね、前回お話し,しましたけど、木村玲子先生、海運風顔の木村玲子先生のイベントがありまして、参加費0円です。えー、無料参加で、えー、っと、僕も出ますし、桜庭先生も出ますし、大島圭介さんとかも確か出るとも、あの、言ってましたけども、2月3日と4日、 の夕方から、えっと、もう何人も、金運、金運爆上げフェスだそうです。で、これ詳しい情報は概要欄の方に貼っけてますので、えっと、申し込みたい人は申し込んで、で、無料参加だって言われてたので、あね、無料で、えー、その話たくさん聞けますので、楽しみにしておいてください。えー、2月3日、2月4日かなはい。僕は3日に出ます。トップバッターです。 で、桜庭先生とかはね、2月2日の本に出られるみたいなので、ぜひともね、面白い話ができ,と思いますのできると思いますけど、僕は金運だけ上げてもお金は入ってきませんよってお話をさせていただきますっていうことなんですが、はい、今日はですね、えー、人生に迷ったら、そして、強運者になるとか、お金持ちになる上でもしかしたら、こういう本を読むことを皆さん忘れてないでしょうかっていうちょっとお話をさせていただこうと思うんですけども、 まあよくね、僕は自分のね、あの人生で迷いが生じたら、えー、もちろん優秀な死がいれば死に聞くことってすごく重要なんだけど、いつも師匠に聞いてると、そんなもん自分で考えてみろって言われることも多かったし、じゃあどこで考えてもそんなの考えたところで答えなんて出ないぞって悩んでた時があります。ね。そういう時はね、やっぱりどこに行くかって本屋さんです。なんかこう、1ヶ月に1、2、に1回は確実にやりますね。多かったら3回ぐらいやりますけども、なんか、 もやもやするなーとかなんか今自分ほんとこのままでいいのかなとかってまあちょうど土曜の期間でそういうタイミングでもあったりしますけどもそんな時は本屋でだらだらいろんなもの見てみたりして読んでみたりしてっていう中で時間を過ごすっていうのが僕の中で実はちょっと習慣であるんですが今日ね久しぶりにゆっくりちょっと本屋さん見てきましたけどあやっぱいろんな僕はね本当料理の本からキャンプの本からもう今日はちょっとねあの世界の旅する人のなんか本とかを見てみたりして。 僕飛行機が苦手なんで、世界を旅したいっていう願望全然ないからですね。だからただそういうのを見ていきながらでも、新しいきっかけ学びがあるし、僕は大体2回手に取ってしまった本。まあ、目次見て、パラパラって見てみて、2回手に取ってしまった本はかなり考えます。で、2回って置いて、やっぱり3回目必ず手にした本は絶対買うって決めてるんですけども、今日は7、8冊ぐらい買ったかな。いろいろ買わせていただいて。ジャンルも様々です。もう、運とか占いの本とかもほとんど今はあんまり読まないかな。 自己啓発の本も読まないですね。今は、なんか自分の本当に知らないか、いや、し知ってしまってるわけじゃないんですよ運うんとかね、占いのこと全部知ってるわけじゃないんだけど、もっと広げたいなっていうことで、今日買ったのはキャンプと、えー、っと、キャンプの本と、えっと、あ、家づくりの本。あ、これも風水じゃなくて、単純にどんな家を建てると、みんなが、あの、なんていうか、こんな家がありますよっていうものだったりとか、あとはハワイの、ハワイの写真集とか、そんなんですね、買った中で、 僕ね、あのこういう風にして今でこそ本を読むようになりましたけどもあの昔はあの、まあ、今いらっしゃると思うんです僕みたいな人間僕は本当に勉強してなかった人間だったのであの1ページ読んだらもうすぐに目つぶれるっていう,う昔眠れなかったら教科書読んだら2秒で眠れる人間だったんですけどもそういった時に僕のねでその時大好きだったあとある先生が学校の先生がですねあの勉強 できないのは別にいいんだよって。お前の興味のあることじゃないんだからって。でもね、それだったらせめて興味のあることは勉強しろと。そして、せめて、あの、勉強ができないからってうまくいかないことはないと。ただ、あれは癖なんだって。習慣。だから、勉強する習慣をつけるために勉強してんだよ。だからお前は学校で勉強できなくてもいいから、本を読む習慣をつけなさい。だから、1ヶ月にね、1万円分ぐらい本を読む。大人になったら本を読むっていう習慣を持っておきなさいって言われたことがあって、その時はあんまりね、よくわかってない中で、 なんとなくまああるお金である程度できる限り人から借りたりとかしながら読んでたんですけどやっぱり読めなかったんですよ読めなかったんですけども僕はもう本を読めない人間だと思って割り切って諦めようとした時にある本と出会ったんですよその本が僕を本付けの人間にしてくれたんですよねこの本と出会わなかったら僕は多分ね本を読めない人間だったと思うんですそれと出会ったからたくさん本を読むことができたなって思えるし で、先ほども言った通り、運を強くするためにとか、えー、お金持ちになるためにって思った時に、運の強い、ね、豊かな経営者の人たち、豊かなお金持ちの人たちっていうのは、僕はいろんな条件がありますけども、その中でやっぱり何個か見てて思うことは、この人たちの特徴の中、全員ではないですよ。ただ、結構妄想好きな人めっちゃ多いです。妄想族ですね、本当に。あの、もうイメージがすごいんですよ。爆発してる。 芸術肌の人もいますし、イメージしていくことで、そのお、つまり何かというとですね、自分の未来に対するビジョンが、普通の人だったら、あ、いいマンション住んで、いい家、あの車に乗って、ハワイとか行けたらいいな、とかいうレベルじゃないんですよ。もう、その時の家の塀の,あの作りはこんな感じで、色はこう、玄関に飾るものはこうで、その時俺が履いてる靴、そして乗ってる車のナンバーはこんな感じで、屋根の色はこう、くらい、もう、 その人の話を聞いてると、その人、まだめっちゃ貧乏でも、その人の話を聞くことによって、もうイメージができる。あ、この人ってこんな家なんだな。その家でもうすでにこんな匂いがする家なんじゃないかなって思うぐらい、そのイメージが伝わってくるぐらいのイメージをしてるし、伝えることがうまい。でもね、イメージするっていう能力って、ノートに書くっていう習慣っていうのは、あのー、すごく重要です。ただし、イメージすることができる人っていうのは、なお強い。だからイメージさせるために、えー、ノートに書きます。 ノートに書いてそれをいかに具体的にして頭でイメージできるかっていうことで引き寄せの法則ってやつが発動していくんですが、その練習としては、やっぱり僕は本がすごくいいんじゃないかなと。しかも今回僕がその読書嫌い20、19ぐらいじゃないですかね。19ぐらいだったと思います。もうその時に本が嫌いでしょうがなかった僕が本が好きになってしまって、その上でもう本付け。もうね。 朝まで同化したら読み続けてしまうから、どっかで途中で止めないと、もう止まらなくなるっていうぐらいハマってしまった本があるんですけども、もうね、今これ見せたら皆さんも、その本に今日たまたまね、本屋さん行ったら、20周年記念版っていうことで、もう20年以上経ってると思うんですけども、20周年、うん。20周年記念版っていうことで、え新しいね、えっと、リニューアルバージョンが出てたので、これを皆さんに、の僕の本嫌いを直してくれて、 もう夜も眠れなくなるぐらいこの本にときめいてドキドキしてた時期があってその上で僕がイメージするっていう能力をきっかけにとしてこの本を通してあの学ばせてもらったっていう本なんですがそれが何かというと「ダンこれですハリー・ポッターと賢者の石」。 まあ知ってるよっていう人もいるかもしれませんけども映画は知ってる方はいらっしゃるかもしれませんけどもねあの映画見た人たちは本から入ってハリー・ポッター知ってる人は映画も面白かったでもいやっぱり本が面白くて、まあ、僕はハリー・ポッターシリーズは全て持ってるし全て読んだんですけどもまあねこんなに本に対してときめいてこんなに本の世界にどっぷりと使ったことなんて今まで一,番一度もなかったっていうそしてこれを読んでいく中で 俺は、俺も本読めるんだなっていう自信を与えてくれた本です。そして、イメージすることって、未知の世界なんですよ、ハリー・ポッターの,せあの、ね、世界っていうのは。未知の世界なのにも関わらず、こんなに繊細に頭に思い浮かべることができるのかって思うぐらい、自分の想像する能力を鍛えてもらったのが、本当にこの本だと思います。なので、自分の未来っていうものをイメージするとき、ね、そういうときに、 想像すする能力っててのはねぶち抜けて重要ですそういった時にその訓練としては僕はこの本がぜひともおすすめだったりするし、まあ、他にもいろんなおすすめの本はあるんですけど僕がね「ハリー・ポッター」を語り始めたらね長いです長いです大好きなので。故に僕はねねこれね あのバージョン4つありますあの。グルフィンドールですね。これがグルフィンドールって言って。僕多分グリフィンドールの人間なので、グリフィンドール。あとはスリザリン、えー、ハッフルパフ、そしてレイブンクローっていうバージョンがある。これ分からない人分かりませんよね。でも僕はあのグルフィンドールの人間なので。はい。グルフィン,フィンドール。<laughs> なので、えー、赤のね、グリフィンドールの本をちょっと買わせていただきましたけど、この本読んでまたちょっとときめいてます。ちょっとこれからまた久しぶりに、えー、と本にね、はまろうかなと思ってますけども。いつもね、いろんな専門書を読んでるので、 またね、あの時、あの頃思い出した上で、やっぱこういう本を読むのもすごく重要だし、っていうことで、ちょうど土曜の期間中で、ちょっとね、もやもやしたりとか、自分の方向性に悩んだりとか、今年の目標ってどうしようって思った時に、想像能力を鍛える。そしてそんな時ほどね、本屋さんに行って、だらだらいろんな本を目に通すことで、いろんな学びとか、いろんなきっかけとか、いろんなね、刺激がありますよってこと、ぜひとも覚えておいてくださいっていことで、僕は今回、僕の師匠でもあります、多分これは。もう、ハリーポッターってのはね、師匠いますけども、まあこれも僕の師匠です。 本も時として良き詩にもなり得るし、よく先生にもなるってことを、を、えー、ぜひとも覚えておいてください。なので、えー、読書の秋ではもうないんですけどね、こんな時期だからこそ、えー、本の読むおすすめ、その上で運が強くなりたいって思った時に、いろんな習慣を変えていくことも重要ですが、本から学びていく。でも、その中でも専門書とかじゃなくても、実はね、そうじゃないものに対してすっごい すごい大きなヒントいっぱい隠れてますよってこと、ぜひとも覚えておいてくださいっていうことです。はい、そんな感じです。はい、今日もね、気合入れて、今から飛行機乗ってきます。頑張っていってきますので、皆さん、東京の皆さんよろしくお願いします。では行きます。今日も気合入れていきます。せーの、おっしゃーということで、今日も元気よくいってらっしゃい